In the city known to offer the newest and most inventive concepts, Tokyo does it again with Tsutaya Books, a new kind of third space, somewhere that's neither home nor work, and much needed in this dense city. Daikanyama is home to Tsutaya's latest incarnation, a capsule store opened by Japan's largest video, book and music retail chain, Culture Convenience Club. Built around the concept of a woodland library, Tsutaya is redefining the retail experience, offering a respite and resource unmatched by city bookstores. At the Daikanyama Tsutaya, there are over 140,000 books and magazines, 80,000 movies on DVD and 100,000 music CDs. But it's not just the depth and breadth of the archives that set this Tsutaya apart. It's the club-like atmosphere that raises the bar. これまで Tsutaya がずっとやってきたことっていうのは、アーカイブ、そのパッケージとしてその本だったり映画だったり CD だったり、その、まあ、そういったその文化とか知識を詰め込んだパッケージをひたすらこうアーカイブして、まあ、検索したりとか探しやすくしてっていうことに、これまで注力してきたわけですけれども、まあ、代官山で求めているのはプラス空間としての心地よさですね。それがこうリアルに存在する場所のその空間の価値っていうものを追求して、どういったものができるかっていうチャレンジですね。本がたくさん並んでいる図書館のような空間っていうのは気持ちいいじゃないですか。そういったところの、その、せっかく本屋さんをやるんであれば、空間の価値を追求していきたいっていうふうに思ってやってます。まあ、散歩したりくつろいでいただいたりするだけじゃなくて、仕事をしていただいてもいいと思ってるんです。それはカフェで。で、今だったらそのカフェでたくさんこう PC を開いて、あるいは iPhone、iPad を開いて、あるいは誰かとこうセッションして、お仕事をされている方も結構たくさんいらっしゃいます。こういう中でその本があって、いろんな仕事のヒントになる本があって、素材として使える映画や音楽があって、またこう感性を刺激する。まあ、アートだったりとか緑だったりとか太陽の光だったりとかあって、でコーヒーの香りがあって、そういうところでこういろんなこうインスピレーションが湧いて、そのでこうクリエイティブな仕事ができるっていう、そこでまた人がいろいろとこう交差してちょっとアイデアがまた一つできてきたりとかっていうような空間になればいいなと思ってます。Tsutaya is more than just a shop that sells and rents films, music and books. There's a concierge service with a team of experts on hand to advise customers and guide them through the well-curated collection. 毎日新聞とか日経とかに全面広告でコンシェルジュを募集してたんですね。で、私はもともとトラベルライターで、いわゆる旅の本を作ってたわけですけども、それ見て、あ、自分にぴったりだなと思って、まあ、入ったわけですね。で、料理の方はのコンシェルジュというのは元クロワッサンという有名な女性のライフスタイル誌の元編集長がその料理のコンシェルジュとしていますしね。で DVD のコーナーにはもう映画にものすごく詳しい方が転職して来られたりとか、あるいはこの上の CD の音楽のコーナーはニューヨークでジャズの録音スタジオに勤めたような方がそのジャズのセレクションをしたりとかですね、いわゆるその道のプロフェッショナルが集まったということですね。 And once again, shoppers can head straight to the on-site tea travel desk to book flights and hotels. で、私はここでいろいろと旅の情報とか話して、でこちらではもう即その旅に行けるような手配ができるんですよ。で、私はここで旅の情報をとかいろいろ私の体験談をお客様に伝えて、でこちらはそれをそのスケジュール化して、それで予約して、それでもすぐ旅立てるような流れですね。だからコラボレーションしてます。だから一日でもいたいっていうお客様が結構いらっしゃいますよ。あるいは何回も来たいとかね、一回で回りきれないから、だから非常にそういう面ではこうヒューマンな付き合いっていうんですかね、
お客さんと。The new Daikanyama Tsutaya offers city dwellers a uniquely personal and holistic shopping experience. For Monocle, I'm Robert Bound.